またもしかしたらちょっと峠なので配信が止まるかもしれないので、こちらご了承いただければと思います。北海道の中では、まあ、1、2を争うね、険しい峠と言われてます、決勝峠。そこに霧が上がるとね。すごいですね。条件は悪いですね。条件悪し。また、日勝峠でも素敵な出会いがありましたし、まだまだ素敵な出会いがありそうですよ。あるんですか？なんかキャラクターに困らないね。そうですね。今回は、要所要所でやっぱり出てきますから。ゲストがね。金平さん、切れたらロスタイムで延長ですよって来てます。この26時間内で、まあ、押したり巻いたりはあっても、21時はぴったりで終わります。あります。ロスタイムなしです。この理由はまだ、あれですか。そうですね。後ほどお分かりいただけると思うんですけど、ぴったり切ります。だって、これがもしロスタイムがあったとしたら結構なロスタイム出てますからね。結構プチプチ切れてますから。峠。8合目まで下ってきましたね。前、もう10年ぐらい前ですけど、この右側あるでしょ。その右側のね、道路の本当に1メートル横ぐらいの鹿の親子いたんですよ。仲良かったですか？仲良かったですね。ああいう親子になりたいとは思わないですか？目合いましたもん。それはだから、家族に誘ってたんですよ。あなたもどう？いや、本当、これからバーベキューするけどどう？初めてのバーベキューの話。そう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 。鹿の親子とバーベキュー。ああ、晴れた、晴れた。急にですね。雨も晴れた。急に晴れました。皆さん、画面上でも視界がはっきりになったかと思います。皆さん、おはようございます。グッモーニング、ミスター福留。あれ、ひどかったっすね。だって、なぜ私英語喋れないんですよ。あれは、お二人ひどかったですね。まあ、して、ミッキーさん、英語喋れないと、なんともできないんですよ。ただ僕、英語喋れないんで、あれはひどかったですよ。お相手の、一般の方も。そうですね。あれはひどかったですよ。結構でもひどかったですよ。そうですね。どっちも英語喋れないですからそうね。ですね。どっちも英語喋れないから成り立たないんですよ。で、ウィッキーさんはね、相手の方が英語喋れなかったり、なんか発音とかあれだったりとかしたときには教えてくれるじゃないですか。そうそう。もうだって僕英語わかんないですからね。教えられないです。でもね、私もスマホですから教えれたんじゃないかなと思って。だから、それ来るのかなと思ってましたんだけどさ。まあ、若干警察の介入により、その辺はもリズムが狂ったね。う、そう、それもありますね。みんなあれリズム狂ったからな、ね。本当はあなたは夏休みありますかっていう英語も僕、本当は覚えてたはずなんですよ。あ、なんか言ってたね、それっぽいことね。そうです。もうすっ飛んでしまいました。You have a なんちゃらサマーバケーションみたいな感じで。ちょうどその YouTube で見たときに、たけしさんとコラボしてて、あ、そうなんだ。ビートたけしさん。で、そのときに聞いてたのがそれで、あ、これ使おうと思って、決めてたんですけどね。残念です。
ただウィッキーさん、その、英語の教材も出されてて、うん、なんかそれの紹介してる YouTube の動画とかもありましたね。ただ、ウィキでね、調べてみると、うん、英語圏の方からしてみたら訛りがひどいらしいですね。あ、なんか聞いたことあるよ。ウィキさんで、うん。ただ、ただ別にね、語学力とかもすごいあられる方ですし、今もなんか、大学の教授とか、うん、されてるっていうふうに言ってたんですけどね。ただ、訛りはあるらしいですね。さあ、6号目まで下がってきました。晴れてきました。そして。天気いいんじゃないこっちの方が。そうですね。そして札幌もだったら少しは晴れてるんですかね。ね、天気も変わってたらいいね。はい。Good morning, Mr. Fukutome! Good morning, hello, good morning! いただけです。でも確かに僕子供ながらにミッキーさんまだリアルタイムで物心ついたかついてないかぐらいの時になんかリアルタイムで見てたような気がします。あ、そんな感じなんだ。はい、バリバリだからね。だいたいそれぐらいです。で、なんかその社会現象としてね、うん、なんか遅刻したらミッキーさんに話しかけられてたみたいなのがちょっと流行った時期あったじゃないですか。あ、確かにそういうのあったなと思って、ちょっと懐かしかったなと思って。まあ北海道でもね、そうですね。そうですね、完全に来ないですからね。確かになんかそんな話もしてたなと思いました。なんでみんなあれ迷惑そうなんですかね。急いでるからしょ。でみんながみんな急いでないと思うんですよ、きっと。でもさ、はい、結構通勤の時間にやるからさ、あれさ。まあまあそうですけど。みんな急いでんだよ、あれ。逆にでもね、その関東とか東京とかの方って、うん、逆にその朝が、